レックストーク。はい。お久しぶりー。はーい。お久しぶりー。しまらね。20回目。はい、21回目。やっていきたいと思います。はい、今日はちょっと閉まりませんが、今週は熊アッキー高明くんです。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。お久しぶりです。最近暑くないですか？暑いっす。そうだね。そんなこと、そんなこと、あ、暑いよね。そんなことなくない？涼しかったり暑かったりがなんか続いてちょっとバテ気味です。なんかさ、長袖の人とかがまだいてさ、うん、焦るんだよね。なんか一応まだ長袖着てる。なんだかんだ。マジ？俺も半袖だよ。え？俺も半袖だ。上下半々？そうだよ。俺もう上下半々は絶対夕方寒くなるから、下がね、半ズボンの時は上必ず長いのを羽織ってくわ、上着。俺薄いパーカー着てる感じかな。うん、半袖の。うん、半袖っていうかまあパーカーだから、まあ長袖のやつもあるけど。薄手の長袖のパーカー着てるよ。しかも多分俺のツイッターをチェックすればね、分かるよ、うん、俺の服装が。あ、何載せてんの？そうだね。今日のコーデか、今日で。違う。俺何、東京行ってからそんなことしてないから。部活のな。そう。みんなにおしゃれを楽しんでもらいたい一心でやってるんだって。そう、おしゃれさんとつながりたいみたいなのは大丈夫。そういうのはないから。大丈夫だ。でも熊のツイッターバレたら大学も同じく同時にバレちゃうじゃん。そうだよ。だって大学のツイッターに典型的な やばいやつになってる。そう、探さないでください。うん、でもな、俺結構熊のつぶやきフォローして、じゃあお気に入りしてる時あるからな、ファボしてる時あるから。これ言うとバレちゃう。いやでもまあ、クマって名前じゃないからね、ツイッターは。そうだよ、そうだよ、そう。うん。大丈夫。多分な。バレてないよ。バレてないよ。本名言わなきゃ多分大丈夫。なんでこんなビクビクしなきゃなんで。やべえよ。ビビってる。高木乗せないよね。今日のコーデとか。アフリカではこうやって何やってますみたいな。友達と遊んでも写真撮んないからな、俺。ああ、アフリカのね。今日は鷹狩りしてましたみたいな。今日は弓矢作ってました。目良くなったかもとか。若干聴覚性。やべえ、聴覚性マサイ族じゃん。鷹狩り遊びなんだね。遊びでしょう。あ、そこ鷹いないか。ハゲワシぐらいしかいないけど。ちょっと今日ワニに襲われて怖かったわ。ああ、ゲームデスローリングね。デスローリングちょっと危なかった。デスローリングされかけたけど、みたいな。なんとか逃げられたわ、みたいな。俺も回転してやったわ、みたいな。なんて言い返そう。典型文を用意しないと。よろしく、と。ありがとう。ありがとう。むむむむむむむ。いいや、懐かしいな。懐かしいな。はい、じゃあ今週の振り返り。という前置きを置きつつ、今週の。そうだね。今週は何本？今週少なはいいんだよな。2、4、5本です。今週少ないです。少ないね。今週はもう4本 COD です。1本前。ああ、だね。ほぼ COD ウィーク。COD は何やったの？ COD は最初の2本が私1人でやったやつで、うん、もう2本が超、もう2年くらいぶりに鬼、2年も行ってないけど鬼がいます。鬼丸くん。そういえばね。まあ、もう挨拶とかないから、誰だろうっていう人ばっかだろうけど、最近の人も鬼丸なんて。まあ、知らない人に簡単にご説明すると、
私がもう実況を始めた当初からいる3人の中の1人です。鬼丸くん、オッケーな言い方3人の中の1人、先代の実況者です最初の3人の1人ね。そう、うん、まあとりあえず昔の動画もあさってくれればいるから、普通に普通にナチュラルにいるから。あの黒歴史のやつにもいるの？もちろんいる。多分むしろあの黒歴史のクラン CP による COD 見のための実況動画わらっていうのほぼあいつ出てると思う。おお、こう出てる、あー、うん、ほぼでいるわ、うん、見返ちょっとタイトル見ただけで大体誰がいるか分かるから、うん、ほぼいるわ。把握力がすごいな。そう、まあそん、うん、もう1年何ヶ月かぶりに鬼丸くん出てるんだけど、ちょうど今日出したやつが私がなんか、うん、ちょっとハルクの能力を発揮して暴れた。暴れ、そう、そう、要するにそうなんだハルク、ハルクって、いや動画の中でハルク、ハルク言ってるからみんなあ、動画の中で高木と鬼がハルク、ハルクの話してるから、うんうん、わかんねえうん、わかんない役わかんないもう音程だけで5、6なんだけど。つかあれじゃね、あの新しいスペシャリスト来たじゃん。あ、来たね。あ、来た。あ、10人目、ブラックマーケットの人みたいな感じのやつ。そうそう、人みたい。手が人、あ、手が人なんだ、あの人なんだ、うん、ブラックジャックだっけ。うん、何それ、一人、何それ、なんだろう、結局はあれ、なんか奪えるんだよね、確か相手のあの武器が奪えて、アビリティが確かランダムだったんじゃなかった。ああ、そうそうそうなんか、ん、結局強いのかどうかって聞かれたのか分かんないよね。うん、正直自分が得意なウェポンが来たらラッキー。そう、しかも1時間限定じゃん、うん、そこどうなんだろうなみたいな。あれじゃない P06 とか持ってってわざと入れ替えるみたいな。武器じゃないよ、スペシャル武器だよ。あ、スペシャル武器なんだ。そう、普通の武器奪えたらそれもう落ちてるやつ拾えばいいって確かに、なんかあれはなんかね、結構上手い人向けっちゃ上手い人向けだよね、こっちの方は。一応先週、うん、先週高明と鬼と 3人でやってた時にもう夜中までやってやっと出して、おお、一応ストックはしてあるから今度やった時使う時動画撮ろうと思うんだけど、うん、なんか鬼がその時もう早速使ってたけど、なんか難しそうな話ずっとしてた。ああ、つかバンシーどうなんだよ。なんだっけそれ、当てたんです、当てたんです、うん、あのショットガン、あ、ショットガンね。ああ、めっちゃ強い。高明の落ちてるの使ったけど、なんか よくわかんないけど強いよくわかんないけど強いんだ。そう、よくわかんないんだけど強い。とりあえずわかるのは強い。これ終わってやるか、ちょっとしたら、いや、この後やることあるでしょ、あなた。いや、それが終わってから、いや、それ終わった後にもやることあるでしょ、もっと大事なこと。それ終わってから、それ終わったら多分2時か3時ですよ、あなた。それ終わってから全部後回し。できたらね、できたらね、できたらね、各社交辞令じゃん、それも。あ、もうね、いっぱい新武器出てさ、なんか結局強い、それは強いかって言われたらそうでもないみたいなの多いよね、結局。まあ、ガチャゲンで強武器なんて持ってきたらもうやばいでしょ。あのさ、
高木がさ、なんか前あの75勝したらなんか必ず新武器が引けるあの契約あれ復活するのかみたいの前言ってたでしょ。復活するのかなって言ってたでしょ。あれ復活しないらしいわ、一回クリアしたら。だろうね。うん、一回クリアしたらもうそれっきりだって、あれ。ああ、まあそれで、それあったらもうやるでしょ、みんな。でもそれあってこそやりたくない、逆に捉えて。俺はそっちあった方がいいんじゃねえかなと思うんだけど、俺。まあモチベ上がるだろうね。うん、一回取っちゃったらもう。かぶるとか出てきそうじゃね。いや、かぶったら、どうせかぶったやつ、何暗号キーに、まあ、燃やせるし、燃やしてもらえる暗号キー20とかにちょっと多めにすればいいだけじゃん、あれ。ああ、うん、だからだってさ、近接武器あんなに無駄に増やしといて、無駄っていうのも変だけど、無駄に増やしすぎてさ、近接武器ばっか出てる人もうお悔やみ申し上げますっていうレベルでもだってそうでしょ。いや、まあそうだけどさ、でもそういうレベルじゃない、結局は。近接武器出ちゃったらあれで、あれなんかの骨みたいなやつ欲しいよ、これ。骨みたいなやつ、ボーンじゃん、ボーン。武器名ボーン。そうなんかヘラクレスオオカブトみたいなやつ。でも実際は鉄の棒で、それをちょっと骨っぽく作ってやる。でも強さありそうじゃね。作れそうじゃね、実際に。聞きたくないな、そんな。なんか強そうなんだが弱そうなんだが。カルシウムがないと折れちゃう。しょうがねえなって。カルシウムの薬剤を散布しないと意味ないんで。で、まあ私もそれあと30勝もいないなんて。今確か40何勝かだったはずだから、もうちょっとでそれ引けるんだけど、もうちょっと頑張れば。マジか。うん、俺まだ全然してないな。あのね、鬼と一緒にやってると基本勝てる。ああ、だね。うん、それはある。そう、ほんとそれ。あいつ強いもん、ほんと強い強い。俺が比にならないもん、ほんと。なんか調子悪いの基準が俺にはわからない。俺たちの調子がいい時があれでしょ、鬼の調子が最強に悪い時でしょ、じゃない。まあ、うん、俺は違うかもしれないけど、多分、うん、そうなのかもしれない。ね、そっちだ、そっちは。まあ、前は結構、まあ、あいつ調子悪いとき、俺より下にあるとき結構あるから、あいつね、あの、マップとか使う武器に結構左右されすぎ、すごい。うん、好きな、ここ俺好きなんだよねっていうマップはすっげえ調子いいし、ここ嫌いっていうマップすっげえ調子悪い。俺よりスコア下で。極端なんだね。そう。そこはちょっと気づいた。やってて。なるほど。うん。まあ、あいつやるときはお好きなマップを遊ばせてあげましょう。取り扱い説明書。モチベーションが上がり、相手も元気になります。トリセツじゃん。どこのかなかな。まあ、うん、とりあえずそんな感じかね。んで、あと一個、これマイクラなんだけど、これ先週出せなくてね、マイクラ。今週久々に昨日出したんだけど。うん。マイクラ何やったの？あのね、何やったかって言われると、まあ、大きく言うとトロッコの自動回収システムを作ったのと、家の土台を作ったのと、うん、あと、うん、あの PC 版の1.バージョン 1.10 に砂漠限定でハスクっていう、うん、なんかゾンビよりちょっとでかいゾンビがスポーンするようになったの。見た目ちょっとゾンビと変わった感じので、そいつにあの普通のゾンビにダイヤモンドを投げると
その、うん、なんか実績解除するっていうのは前確か言ったじゃん、うんうん、それをそいつに投げると、そいつに投げても解除するのかみたいなことをやってみたんだけど、うんうん、まあ、それをどうなったか動画で見てたんだけどさ、うん、そういうことをやった、うん、いやここで結果言っちゃったらね。まあそうだね、やったんだけどね、うん、やったんだけどね、うんうん、見ればやったんだけどねの意味がわかる、うん、やったんだけどね、うん、おう OK、まあ、もうなんとなく察しただろうけど、うん、もうなんか声のトーンで大体察しをするあれかな、パソコン壊れちゃったのかな多分やったんだけどね、パソコンが、そもそもが実績になかった時まさかウイルスがねえと思う、うん、高木くん起きてるよいるかな、起きてますよ、起きてる、あテーブルに突っ伏してる、うん、してない、してない、えぇ、大丈夫大丈夫どうした、ん、どうした、あれなんじゃん、布団のお布団の中でちょっとゴロゴロしてるだけなんじゃん、なるほど通りで声が小さいわけだ、なるほど、通りで声が小さいわけだ、ああお前もヒロストと一緒か、救急車通ってきた今、なんかあーって言った瞬間なんかピーってなって死んだか死んだか、マイク 100% みたいになってる音量が、そうさ 100% 今週の出来事か、何かあるでしょ脳台は、あ今週じゃなくても出てないの、ね、出てない機会いっぱいあるんだから、なんかない、そんなことがある農大。農大はそうだな、バーベキュー大会やったりしてたかな。バーベキューが大会なんだ。バーベキューパーティーだね。大会じゃねえわ。なんで競ってんだよバーベキュー。どれだけ肉がうまく作れるかみたいな。どれだけ試行錯誤して黄金のタレを最強のタレになれるかみたいな。ある意味大釜飯級だね。あの黄金は黄金でも黄金比の黄金でしょそれ。めんどくせえ。測る方もめんどくさいね、クソわかんねえよみたいな、クソめんどくせえよみたいな、まあ、友達、まあ一番面白かったのはあれだよね、友達が完全に酔いつぶれた時のその、なんていうの、いつもとは違うなんかこう人みたいになってるよね、用途、大体は、はあ、まああの、友人がさ、まあ二十歳超えてる人とかが結構いるから、その人たちが飲んでるの見るんだけど、うん、まああれだよね、表現するよね、やっぱ片方はヘラヘラ、片方なんか隅っこの方でヘラヘラ笑ってて、これ大丈夫かなって思っちゃうところもあるし、まあ、片方はなんか人にだるがらみしてるやつもいるし、まあカオスだよね、いろいろとバーベキューパーティーね、いろいろとやっぱ酒飲むと変わんだな、人って、そう、なんかね、男に抱きついてるやつもいるし、うわぁつら、うん、つら、まあ見ててつらいよね、バーベキューしたいね夏休みどっか行こう、夏休み、夏休みない、あとは何だろうな、社畜がいた、社畜夏休み、うん、これ茨城に行くけど、あとは何だろうな、何だろうな、やっぱりみんなで楽しかったのはカラオケで EXILE のなんか踊りみんなで踊って歌ってたえ、あの あまりカラオケ好きじゃないって言ってたアッキーがカラオケ行ったのいやみんなで行ってノリノリで歌ってたよ、なるほどね、あのポッキーの CM のやつとかみんなでやったり、ランニングマンやったり、いろいろやってて、俺
そういう場の空気見れたわ。あとはなんだ、ポッキーの CM って何、あのドゥッドゥッドゥルルルドゥッドゥッドゥル、ああそれか、あなるほどね。あとはなんだ、あクマさん結構曲いっぱい知ってると思うからわかるかも、エグザイルわかる、結構わかるよ。あとなんだっけ、あんてんてんてるるんてんてんてるるんってやつわかる。このなんか歌当てゲームみたいな。今歌当て、かなり歌当てゲームになってるけど。え、それ最近のなの？うん、結構最近のやつ。最近のは知らない。それはサビ？それはサビ？それとも最初？あ、これちょっとサビ。これサビ。てん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 。わあ、なんだそれ。この歌なんだ。最近のはね、知らないな。あとは、あ、歌はっきりしてるやつはあるよ。フレデリックの踊るループってやつ。あああれね、なんか頭おかしくなっちゃうね、あれ。そう、そう、なんかね、2番目の歌詞がね、こいつふさげてんのかっていう感じで、ね、ちょっと面白い。PV 見た？見たことあるよ。見たことある、あのさ、うん、2番目のさ、カスタネットがタンタンタタタタンタタンタンタタンタンってやつあるでしょ。あそこさ、すごい、あそこさ、あの友達がさ、あれすげえムカつく顔してんだよな、みたいな感じで。面白かったね、聞いてね。まあでもそれの PV の踊りみたいなのをみんなでカラオケで踊ってたりしてね、そういうのも楽しかったね。いいね。あ、うん、あとはなんだろうな、高明とかとその何、一緒に仕事してる仕事仲間にカラオケ行こうって言われたら全力で拒否でしょ、高明。それでもわやべ、今日あれだ、ウラネートって。なんでそんなカラオケ屋なの、高明って。ん？なんでそんなカラオケ屋なの、高明って。何だろうな。あの、オードリー若林みたいに、脅威の一本調子みたいになっちゃうの。いや、なんか中学生の時は言ってたんだけど、言ってたっつうか、誘われたら言ってたって感じなんだけど。ああ。今となってはなんか。昔はブイブイ言わせたんだけどな、みたいな。ブイブイは言わせてないけど。なんだろうね。歌うのはじゃあ好きなの？嫌い？もう歌うのも嫌いになってきたっていう。歌は、あ、まあ、音楽聴くぐらいだ。ああ。音楽はそうなんだけど、音楽の中でも歌は、歌は好き。まあ、たまに。あ、どういうことだ。だからその何、誰かが歌ってるのが歌なの、歌でしょ。でもう別にただ楽器とか演奏してるのが普通の音楽よ。うん、うん、ああ、そういうこと。あ、いや、どうだろう。だ、そもそも高明 J-POP 聴かねえで、洋楽だって。洋楽っていうか外人の。そうだって。でしょ？そうだ。ダメ？そうだダメよ。なまりがひどいな、これ。いや、洋楽は何を聞くの？何を聞く？何を聞くって聞いても絶対わかんないと思うけど。こっちの俺たち。ワンダイレクションとか、まあこちらでわかるのはワンダイレクションとかそこら辺だけど、メジャーだって一番メジャーだとね。フォールアウトボーイってわかる？フォールアウトボーイ、フォールアウト。そっちじゃない。フォールアウトボーイ、うん、多分読み方これだった。なんだっけな、デブラヘッドとかわかる？それちょっとわかんない。デブラヘッドは聞くけど、俺はポテトヘッド、ヘッドスカルズとか。ポテトヘッド。ほら、あんた耳忘れてるよって。おう、すまないね、みたいな感じ。まあピットブルとかわかる。あ、ピットブルは全然わかんないですね。ここまで来ると高明本当に日本好きなのっていう感じになる。それちょっとなんかあれだよね、ちょっと偏見になっちゃうからね。ただ息してるだけみたいな。認めてんじゃん。まあ、もう本人認めちゃってんじゃん。もう、いや、ほんとこういう発言してっとね、そう言われちゃうからね。
え、でももう日本のものよりももう海外のやつの方が高木好きでしょ、もうぶっちゃけ。アメコミとかめっちゃ好きだもんね。高木の会話の内容で、じゃあ話題の内容で日本のものあんま聞いたことないような気がするんだけど、いつもなんか海外のゲームとかさ、そういう映画とかなんかやつばっかで。あんまなんか自由系統だよね。自由系統って言うとなんか違うんですけど、今度から日本の話するよ。発言おかしいな。まあ、アフリカ重大だからしょうがない。アフリカ重大だからしゃあねえ。いいよ、そりゃ。また変な偏見が生む。日本、でも日本の話題ってそんななくない？ないからさ、ほんと。まあ、俺、日本の話題、外国の方が刺激？刺激がある。話題云々の前に日常の話題もないからさ。社畜になってますって。あ、そう、ね、最近は土日の夜勤に夜勤が体に響いてすごい疲れて寝そうになってますみたいな。土日は今は休みなんだけど、うん、昼勤から夜勤に変わるときはちょっと辛いね。昼勤というか日勤じゃね。日勤とも言うし、昼勤っていうのも言うから。昼勤って聞いたことねえ。言うからみんな。言うんだ。ああ。働いたことないのになんで日勤知ってんだろう。そうなると。しかもね、俺んところはもう茨城県の人がじゃなくて、他のところから来てる人が多いから、うん、広島かな。うん。遠くね。こう喋り方もなっとるけん、ああ広島の人言うね、そうじゃいけんの、うん、言うね、ちょっと映りそうになる、映りそうになるねってどういうこと。女の子に言ってほしいね。はい、冷め切ったところで次行きましょう。強制終了されたけど、ね。東京はいっぱいいるよ、そういう人。東京外人が多いんじゃん。外人も多い。日本人でやっぱ他県から来てる子が多いから。ああ。訛りが違う、人によって。いろんなあれだね。じゃあいろんな方言とかそういうの影響を受けやすいね、東京いると。そう、うん。まあでも隠してるからね、多分みんな。あ、間違えたら覚え方しそうだね。あ、たまに出る方言みたいなのちょっと恥ずかしがってるの好きだよ俺。あとはかな、うん、あとはうーん、何があるかな。何もなかったらいいんですよ、もう。あ、もう大丈夫ですか。一応私の最後に話そうのかなと思ってただけで、何もなかったらいいんですよ別に。あ、OK です。じゃあ何もないです。3人は考えるのをやめた。あ、もうなんかあれだったから、心中お察ししたから。まあいいけどさ。じゃあ私最後に、私は今週はね、ちょっと個人的に嬉しいことがありまして、あの、趣味で私小説書いてるのは知ってますよね。初めて知った。はぁ。初めて知った。えツイッター見てないからじゃね。俺もうツイッター見てもらえばもううるせえくらいに結構宣伝してるよ俺。マジで全然知らなかった。マジかよ。あれですね、そう、あれです。クマはパボしてくれたけど、あれですね。はい、あれです。小説家になろうっていう、ちょっと結構何、小説好きな人の中では有名なサイトがあるんですよ、投稿サイトが。へえ。そこで私、いろんな有名な人が出てるみたいな。うん。で結構出てる人もいるらしい。そこでまあ、うん、私ちょっととある小説書いてるんですけど、あ、一応あの、まあ、どの動画にも入れてはいるけど、一応動画説明文にいつも必ず入れてるから、リンクは
一応どの動画からでも見れるのは見られます。はい。っていう宣伝はいいんだけど、それで評価とか感想とかもらえるんです。で今週ね初めて感想いただきまして、うんうん、でなんかいつも見てますみたいな感想をいただきました。本当。そしてついに作家デビューするのか。いやさすがにそこまではいかないだろう。まあでも一発当てただけでも暮らしていけるお金はできるから、まあ、そうだね。数年くらいはずっとね、売り上げ良ければ置いてもらえるだろうしね。うん、それあれですか、逆から読むとなんか違う言葉になったりするんですかね。え、なんでなんでそんなインディ・ジョーンズ系になっちゃう。いやなんかね、花火ですじゃないですみたいな。花火じゃないけどみたいな。あれ逆から読むと花火ですけどみたいな、あんな感じではない。そんなのじゃないですね、全然。文章がまともだけど、縦書きで最初の頭文字全部つなげると違う文字になるんで。それ超めんどくせえ。それ考えてやりながらやってたらもう先生になれんじゃねって思うんだけど。そんなことは全然一切してませんけど、うん、学園もの書いてます私。おー、なんか学園ものってなんかすごいメジャーな感じがする。メジャーなのかもしれないけど、ちょっと俺はキャラの個性とストーリーを重視して書いてる。おー、読んでなかったらぜひ読んでみてくれ。あれですね、毎度毎度来る給食を当てる話ですね。知ってますよ。読んでるね。もうあれでしょ、サバの味噌煮を食べた瞬間に衝撃が走るみたいな。読んでるね。それどこの相馬。まあそんなのあれでしょ、それ学園ものでしょ。学園ものどこの相馬。そうかもしれないけど、ちょっと違うかな。学園ラブコメ。ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。あ、違うかな。ランチタイムじゃないの。ランチタイムって題名の小説じゃなかったっけ。ちょっと違うかな。ランチタイムって。まあはい、そんなわけでございます。いや今週もいろんなことがあったな。もうそうだな。最近雨多くない。最近そうだね、雨多いね。梅雨ですか。めっちゃ雨多い。梅雨ですから。湿気多くてさ嫌になっちゃうよ。ちょくちょくさ、俺の部屋にさ、ダンゴムシがさ、侵入してくるんだよね。マジで。うん。朝起きてさ、床のなんか見るんだよ。なんか、ダンゴムシがちょろって、こんにちはしてるから。あ、こいつまだ出たよと思って、窓からぶん投げるっていう。ほぼ虫結構いるから。虫見ないね、やっぱ暑くても。そりゃあそうだろうな。ああ、むしろこっち虫しか見てないからな、ほとんど。虫ばっかだよ、こっち。東京か、いるの？まあ、いるところはいるけど、こっちは見ないな。こっち、ヤブカいっぱいいるね。天国じゃん。でも、やっぱ暑いよ。本当に暑い。ジャングル。ああ、コンクリート。そう、コンクリートジャングル。そう。こんな感じでいいじゃない、いいじゃないですか。もうなんか重くなっちゃったんで。いいじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。いいんでねでしょうか。いいですよ。はい、いいでございます。ぶん殴ってやりたいでございます。高明を近藤。そっ
そして高明は考えるのをやめ目を閉じた。やめようとしたやめようとしちゃったみたいな。やめようとしたやめてねえじゃん。やっべえな。なんか会話がつごめん噛み合ってないけど会話が会話が噛み合ってないけど終わりたいと思いまーす。はーい。はーい。ということで、また、来週22か。レックストーク、シャープ22でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様。あれ？あれ？高木。はい。言わなかったもんね。マイク入ってない。言ってなかった。ここあの。さようなら。黙読、はい、ダメ絶対。はい。てか高木の声がねなんか全体的にちっちゃいんだわ。ああ。うんそんくらいがちょうどいい。あれけで喋んないの。え？わかるわ。何口の中に何含んでんだよ。おい。ああ。おい。しながら言って。ああ、もう。また来週。また来週。はーい。はーい。グッバイ。だから、ちょっと、そこでお前が言わなかったら閉まらねえんだって言ってんだよ。あ、もういいや。バイバイ。待って、シンプルに今。シンプルに口が臭い。癖が強い。なんやあれお前ほんま口臭いお前。じゃあ嗅いでみは。シンプルに口が臭い。って思うんですけど高木さんどう思いますか。これまだ続いてんの。さすがに終わったでしょ。高木が終わる、うん、バイバイっていうまで続くよ。うん、バイバイ。ナイフ申し訳程度。ちょっと拗ねちゃったみたいな。バイバイ。